おはようございます。聞こえてますでしょうか？はい、ありがとうございます。このコメントスクリーンをうまく表示させる方法がちょっとずつ分かってきまして、今日はうまくいってきましたね。はい。それでは、離散性的書き討論の4回目の授業を始めていきます。ですね、大学としては、今週から対面中心というか、って形で移行されてるんですけども、この授業は、オンラインというか、遠隔で、このままやっていこうと思います。まあ、大学院の授業については、それが許されているというか、皆さん、だから、大学に来ても、まあ、研究室から、参加していただくということが、まあ、できるかなという形ですし、まあ、別に、自宅あるいはそれに類する場所、つまり大学じゃないところから参加していただいても構わないという形になっています。はい。それでですね、今日はグラフの円彩色って話をするんですけども、まあ、ちょっと円彩色という言葉がですね、本当に、まあ、正しい用語なのかどうかってことはいまいち分かっていなくて、まあ、私自身もですね、このトピックをあんまり、日本語で勉強しないので、日本語のその用語が正しいかどうかわかんないんですけども、まあ、一応いろいろ調べてですね、まあ、円彩色と呼んでいいかなと思っているので、円彩色という形で、ご紹介します。はい。で、何をやるのかというと、前回まではですね、この順動形の基本的な性質っていうのを、ご紹介していたんですけども、今回とですね、まあ、今週と次回は、具体的なグラフに対して、その順動形っていうのがあるのかないのかってことを、考えていくというような話になります。で、まあ、その順動形っていうのは、完全グラフへの順動形っていうのが、彩色に対応していて、いたという話があったんですけども、まあ、それに近い話ですね。ある種のグラフに対、え、絵の順動形が今日話をする円彩色というものに、まあ、関わってくるということになります。はい。で、それでですね、まあ、順動形の復習を一応しておくと、頂点集合同士のまあ、G の頂点集合から H の頂点集合への写像で、もともと、G の辺だったものが H の辺に移るというのが順動形でした。で、これが、この写像が前端者であり、なおかつここの、矢印の向きが両向きになっていると、それは動形写像と呼ばれるということでした。はい。ですね。で、順動形が存在するときには、G から H への矢印と書きまして、動形作動が存在するときは、まあ、その G と H は動形と言ったりすることもあって、このようなイコールのような形の記号で書くと。で、この矢印の記号は、前回ですね、これは擬順序をなすというふうに言っていて、このイコールのような形のこの記号は、あれですね、同置関係になっているというのを前回やりました。はい。それで、今日はですね、その円彩色って話をするんですけども、その円彩色を定義するときには、この円完全グラフっていうのを使います。先ほど言った通り、彩色を定義するときには完全グラフっていうのを使ったんですけども、この円彩色というのを定義するときには、円完全グラフというものを使います。で、まずはその円完全グラフっていうのは何なのかってことから説明をしていきます。はい。でですね、まず円完全グラフですね。はい。で、いきなり定義なんですけども、これは円完全グラフです。で、円完全グラフを定義するときには、2つの生成数を使います。で、ここでは P と Q ですね。で、P は Q 以上であるというふうにします。で、ここで書いてあるような、この PQ 円完全グラフというような言い方をします。まあ、英語で言うと PQ サーキュラーコンプリートグラフですけども、これはですね、次に書いてあるような頂点集合と辺集合を持つようなグラフと同型なグラフ。向こうグラフですね。今日は向こうグラフしか扱いませんけども、向こうグラフのことです。でですね、どういうことかというと、頂点はですね、0から p-1 まで。だから、p 個あるわけです。p が、まあ、頂点数は p ですね。こうなんで、ということになります。で、まあ、それが0から p-1 っていう、まあ、番号で表されているとしてください。で、辺の方はどうかっていうと、こんな感じで、まあ、その i と j っていう、まあ、2つの番号で表されている、頂点の間を辺で結ぶのはいつかっていうと、その i と j の差がですね、まあ、絶対値が、q 以上 p-q 以下であるというふうに書ける場合ですね。はい。で、まあ、もちろんこの定義は定義なんですけども、これじゃわかんないので、まあ、下が例があるということになります。で、まず、じゃ記号の方から言うんですけども、これをですね、k の下に、q 分の p と
書くことによって表します。で、これをどう読むのかはちょっとわかんないですけども、英語だったら P over Q とかっていうふうにこの分数の部分読むと思うんですけども、まあ、日本語なので Q 分の P と読むことにして、私はですね、この日本語の分数の読み方が本当に慣れなくてっていうか変なんだけども、つまりなんかこの左から右に読むんじゃないんですよね。P 分の Q っていうふうになんかこの分数の部分だけ右から左になってしまうのはちょっと心地よくないんですけども、まあ、日本人なので Q 分の P と読みましょうというふうに思ってます。だから、K Q 分の P と書きます。はい。で、下にあるのは、この P が7の場合ですね。場合で、1分の7、2分の7、3分の7、4分の7の場合が書いてあります。はい。で、じゃあ、例えばですね、この、じゃあ、1分の7の場合はどうなるかっていうと、これ、Q が1で P が7なので、この式の、不思議というか、この定義のですね、点のところ、Q が1で P が7なので、ここ7引く1になると。そうするとこれ6ですね。だから差が1以上6のところに辺を引くということになります。で、そうするとこれはですね、すべてのところに辺が引かれるようになります。出てくる数字は0から6の間ですので、どの2つの、数値の差も必ず1以上0、6以下になります。ですか？で、これが、計1分の7になります。で、実際これは、乗点数が7の完全グラフと同型であるということになります。まあ、それ後でもう一回説明します。で、この Q が2の場合ですね。Q が2の場合にはどうなるかというと、これ消すと、Q が2なのでこうですね。で、7-2はこれ5になります。だから、先ほどはですね、先ほどこの Q が1の場合は、まあ、すべてのところに辺が引かれていたわけですけども、Q が2になるとすべてのところに辺が引かれるわけではなくなるわけです。どこに引かれなくなるかっていうと、この差が1であるところとか、6であるところは引かれなくて、2から5の間でしか引かれない。だから1のところですね。差が1のところ。これもともと、K1 分の7では辺があったんですけども、K2 分の7ではこれ辺がないということになります。ですか？で、5のところは辺があって、6がない。だから、この0と6の間、ここも辺がないという感じになります。で、そう思うと、ここに書いてあるこの式ですね。これは、気分としては何を表しているかっていうと、まあ、これ0を基準にして考えると、2から5までは、2、3、4、5のところは、辺を引くんだけども、1と6っていう隣のところは辺を引かないという形になっているというふうになってますね。で、0からは2、3、4、5に向かって辺が引かれてるんですけども、このパターンが1に対しても同じ。ただその、1に対して2つ離れている3、3つ離れている4、4つ離れてる5、5個離れてる6には辺を引くんだけども、1つ離れてる2と6個離れてる0には辺を引かないという形で考えるということです。で、それがこのぐるっと回っているという感じです。いいですか？で、Q が3の場合は、ここですね。また数値が変わって、3以上、4以下ってな形になって、0から見ると3と4だけに、辺が引かれるという形になって、それがぐるっと回っているという形になります。ですかね。で、Q が4の場合、またちょっと書くと、Q が4の場合、どうなったかというと、4以上で、ここが4引くか、3ですね。だから4以上3以下となってしまうので、この、不等式を満たすような i と j はなくなります。だから、この場合には、辺が存在しない、辺集合が空集合であるようなグラフが得られます。で、一般的に、ここの、部分ですね。まあ、Q と P-Q の大小関係がちゃんとこの順番にうまく並んでいてくれれば、まあ、辺が存在することになるわけですけども、そうじゃないと辺が存在しないことになります。つまり、何かと言って、今言ったら何かというと、P-Q が、Q 未満になってしまう。だから、この Q と P-Q の大小関係がここに書いてあるものと逆転してしまうと、この E っていうのは空集合になります。いいですか？で、これが起きるのは、逆に、E が空集合であるときには、これが空集合であるときには、ここの条件を満たすような、I と J が存在しないことになるので、そのときには、ここに書いてある不等式が成り立っていることになります。つまり、これ逆向きも成り立つ。ことですね。で、まあ、P-Q が Q 未満っていうのは、もう少し見やすく書くと、P が 2Q 未満ですね。こういうことになります。
だから別の言い方すると、グラフとして、興味深いというか、その、辺を持つ場合。だから今後考えていきたいのは、P が2級以上、統合も含む。の時です。で、それ以外の時には、下に書いたように、辺を持たない。空グラフっていうふうな言い方をすることもありますけども、空グラフって言っちゃうかな、ということも、たまにありますけど、そういうふうになってしまって、面白くないことになりますので、興味深いのは、Q が、あ、P が2級以上の時、ということになります。はい。で、円完全グラフっていうのを今定義したんですけども、これを、有理完全グラフ、レーショナルコンピュートグラフと呼ぶこともあります。ここまでいいでしょうか？これ定義ですけど。良さそうですかね？いいですかね？で、これは定義ですね。で、もう少しちょっと例も挙げようと思うんですが、ですね。これですね。これ P が17の時。P が17の時ですね。今、面白いのは、P が2級以上って言ってたんで、Q が8の場合まで、ここに書いてます。Q が1、2、3、4、5、6、7、8まで書いていて、で、Q が1の時は、これは完全グラフです。頂点数17の完全グラフになってるんですけども、この Q が大きくなるにつれて、この短い辺がですね、どんどんこう消えていく様が、これを見ていただくとわかるかなと思って、ちょっと書いてみた。ですね。こういうのはちゃんと、これ私の自分の手で書いてるんですけども、手というか、自分の手を使ってマウスで書いてるんですけども、こういうふうな形になってるっていうのが、円完全グラフ。P が17の場合です。でですね、今これ17ってこれ奇数なんですけども、これ偶数の場合、こんな感じですね。P が16の場合、16偶数ですけども、そうすると、Q として、取ると、とっても辺があるのは、8までですね。なので、1から8までやってて、計8分の16ってこういう形になるということになります。で、それはその、まあ、なんですね、その、あの、えっと、対になってるっていうふうに、あんまり言ってもわかんないですよね。向かい合っている。向かい合っている頂点同士を辺で結び、どうよ、のような、そういう、辺だけがある。8個の辺があるような、グラフになります。はい。で、そうするとですね、今分かったことのちょっとまとめを少ししておくと、まず、完全グラフは円完全グラフです。つまり、この Q のところを1にすると、それは完全グラフになります。これ先ほど説明した通りで、ここの、ここに書いてあるのは、その辺集合の定義ですね。辺集合の定義なんですけども、この Q が今1の場合考えてますから、ここに書かれている、不等式っていうのは、こういう形の式になります。1以上 P-1 以下であると。で、その時に、IJ の間に辺があるというのが円完全グラフの定義なんだけども、今 I と J が異なるということと、この式が同じです。つまり、その I と J が異なっていれば辺になるっていうのは、まさしく完全グラフで言っていることと同じなので、完全グラフ、P 頂点の完全グラフと同型ですよということが導かれます。だから円完全グラフの中の Q を1とすると完全グラフが出てくるということになります。で、一方でですね、生成数 k を取ってきて、k 分の 2k プラス1とする。例えばですね、この下の例だと k が、これは3の例ですよね。これ k が3の例で、k が3の場合には、2k プラス1っていうのが、これ7になります。ですね。そうすると、今3分の7っていう、円完全グラフがあるんですけども、これは、2k プラス1頂点の経路と、同型になります。これは C 沼ですね。7頂点まで同型になる。つまり、今ここに書いてある、この図ですね。この図これじーっと見ると、これ確かに7頂点の経路だな、というふうに思うわけですね。で、実際これ同型なんですけども、同型だってことを証明しようと思ったら、同型写像を作ってあげればいいということになります。で、同型写像の作り方の一つの例として、ここにあるようなものがありますねってことを書いてます。これは、C2K プラス1から、これは、C2K プラス1から、K の 2K プラス1オーバー K って形で書いてますね。ちょっと場所が悪かったです。
で、本来は、上に書いてあるように、この円完全グラフが、経路と動径っていうふうに言ってるので、作るべき、動径写像っていうのは、K2K プラス1オーバー K から、2K プラス1でないと本来はまずいわけです。本来はまずいんだけども、この下に書いてあるのが、その逆向きになってるんですよね。ただですね、前回、この動径であるっていう、関係は、対称性を満たすというふうに言っていたので、まあ、この C2K、経路から円完全グラフに向かって、動径写像が存在すれば逆向きも存在すると。つまり、あれですね、逆写像を取ってあげる。ということを言ってましたので、まあ、この下の方のようなものを作れば十分であるということがわかるわけです。で、それを今から作っていきましょうということをします。で、実際にどのようにやっているのかというと、まあ、この例で言うと、この例の前に、一般的にどうするかというと、これですね。KI モッド 2K プラス1という形にします。ただし、頂点集合はどちらも0から始まっている。0から、2K プラス1までという形で作られているとします。で、そうすると、実際にこの、写像が何を何をするかということを、書いてみると、0、1、2、K が3の倍ですね。0、1、2、3、4、5、6は何をするかっていうと、i を0にすると、この f によって、0にします。i0 ですから、ki も0ですね。で、1は、k かける1なので、これ k にします。これだから、これ k3 ですね。で、2は、6に移りますね。3。2かける3。3かける2、3かける2、6になります。で、3は3かける3に移るんだけども、3かける3、9で、モッド7を考えると、これ2になると。ですね。で、4は5に移って、2に3を足すと5だからです。で、5に3を足すと8なんですけども、モッド7だと1になると。で、これに3を足して4と。こんな形ですね。で、そうすると、これちょうど何を言ってるかっていうと、この0、1、2、3、4、5、6を辿っているのが0、3、6、2、5、1、4になりますよと。0、3、6、2、5、1、4になりますよということになるんですね。いいですか。で、これでちゃんと動径写像が作れているということは、証明する必要があります。証明する必要があります。けども、ここでは省略して、まあ、この概略としてはこのような写像を考えるといいという形で、お示ししています。はい、ここまでいいでしょうか。いいですか。まあ、今ここでは K が3の例でやって、まあ、雰囲気がつかめたかなと思うんですけども、これがどんな K でも正しいということになりますね。はい。さて、これが円完全グラフの定義です。で、今、円完全グラフ、先ほど P が17とか16の例で見たように、この、分母の部分ですね。しまった。分母の部分を、小さく、完全グラフの方から始まると、だから、1ですね。9が1のところから始まって、9をどん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 大きくしていくと、辺が取り除かれていくので、部分グラフの関係があるということがわかります。先ほど言った通り、P が29、P と29の関係で、この最後の方は全部その空グラフ。点がないグラフになってしまうんですけども、その時には実際はこの部分グラフであるという関係はイコールになるんですが、まあ、部分グラフであるという関係も、ね、成り立っていることにも注意してください。って感じになっているので、部分グラフであれば準動径が存在するという話がありましたので、ここで言うと、この左から右に向かって準動径写像があるということがわかるわけです。ですかね。で、まあ、これ今後使うということになります。ではですね、初めに聞いた円彩色とか円染色数っていうのは何なのかってことを説明します。ですね、NPQ 彩色、サーキュラー PQ から始まった、これは、これなんか点になってますけども、これは本来は、P コンマ Q ですね。すみません、これ後で直します。P コンマ Q で、サーキュラー PQ カラーリング。NPQ 彩色と、ここでは訳していますけども、これ何かというと、K からこの円完全グラフですね。K 9分の P への準動径写像のことです。今、ここにある、
このグラフ、これは K2 分の7です。だから、P が7で、Q が2というような、円換算グラフですね。で、今、左側に何かしらのグラフがあるんですけども、これは、この K27 に向かっていく順動計が斜度存在します。これ書いてない、まあ、こんな感じ。あ、そう、なんか書いてなかった。これ存在します。存在します。書いてない。存在します。存在しますので、まあそういう、順動計斜度のことを、N72 彩色ということになります。はい。で、そのような、あ、これ書いてあった。これですね。だから、これは、それをですね、その彩色っぽく書いてます。で、何かというと、今、ここに赤い頂点があるんですけども、で、その、左側の頂点、赤く塗られている頂点というのは、この順動計斜度によって、赤い頂点が赤い頂点にされているというふうに思ってください。で、そうするとですね、今、この右のグラフっていうのは、7頂点あるので、まあ、7個の色を使って、こっちで塗ってるんですね。塗ってるんです。塗ってるんです。塗ってるんですけども、今、この右側のグラフっていうのは完全グラフではないので、例えば、何かというと、何を言おうと思ったのかと。まあ、だから、ま、これが、順動形であるということです。順動形であるということが言いたくて、例えばこの緑の頂点がここに3つあるんですけども、それはこの右側の緑の頂点に移されているというふうに思ってほしいというですね。で、今、この赤と緑の間に、左の、グラフにおいては辺がある。で、それがちゃんと右の方でも、赤と緑という辺になっているということですね。で、それが、ポイントです。重要です。ということになります。で、注目したい部分がどっかにあるはずなんですけども、こっちパッと見つかんないんですね。パッと見つかんないというのは実はないかもしれない。ないかもしれないな。ないかもしれないな。しまった。これちゃんと見つけておくべきだったんですけども、例えばですね、ないな、やっぱり。例えばですね、見つかんないのはいけないな。じゃあ、いいです。じゃあ、これは順動器です。ということでいいですね。で、順動器です。これはいいでしょうかね。まあ、実際に、確かめてもらうと順動器であることがわかります。で、円染色数といったら、これがややこしいんですけども、先ほどのその NPQ 彩色というのを考えます。つまり G から、この PQ 完全グラフ、円完全グラフ。さっきは NPQ 完全グラフと言ったかな。まあ、いや、この K 級分の P に向かっていく順動形があることを考えたんだけども、このような、その順動形が存在するような PQ の中の、を見たときの、この級分の P っていう数値を見ます。で、それの加減ですね。インフィムも取ります。いいでしょうか。で、これを円染色数と言います。サーキュラークロマティックナンバーと言います。まあ、別名ですね、スタークロマティックナンバー、星染色数ということもあるんですけども、まあ、この講義ではサーキュラークロマティックナンバーと呼んでいきます。はい。で、今ですね、この左側のグラフっていうのが、この K、2分の7ですね、に向かっていく、順動形があると言ったので、少なくとも、すみません、大きくても、この左側のグラフの円染色数は2分の7以下です。2分の7です。2分の7以下にしかならないです。インフィムの、小さなところを取っているわけですからね。だから本来、もしかしたら、この左側のグラフの円染色数は2分の7よりも小さいかもしれない。けども、まあ、大きくても2分の7です。あ、で、ちなみに、この円染色数を表す場合には、この解の下に C をつけるということにします。サーキュラーの C ですね。はい。この定義はいいですか？この定義を理解するのは割と重要で。いいでしょうか。でですね、このインフィマムっていうのはまあ何なんだってことになるわけですけども、まあこれは極限みたいなものなんです。極限みたいなものだと思ってください。わかんない人は。で、まあこれ加減ですね。で、だからその極限みたいなもん、だと、まあ、思ってほしいんですけども、ちょっと注意しなくちゃいけないのは、有理数の、だから、これ、この、この、K、Q 分の P っていうグラフに、への順動形が存在するような Q 分の P っていうのを、まあ、すべて持ってくるわけです。で、持ってくると、その集合の加減っていうのは、有理数である必要はないです。だから、この集合ですね。だから、まあ、集合としては、有理数全体を持って、有理数、だけからなる集合を持ってくるんだけども、その集合の、
加減っていうのが有理数である必要はないわけです。有理数ってなんじゃないかもしれない。で、ちょっと、ま、ここに例が書いてあるんだけども、まあ、これは数列で書いてありますけども、今ここに AN っていう数列をまあこう定義しましょうっていう全化式が書いてあるんですけども、これは、まあ、AN が0の場合は1なので、これ有理数ですね。で、AN-1 が有理数であると仮定すると、ここに書かれている式は、加減乗除しか使っていませんので、足し算、引き算、足し算、掛け算、割り算しか使っていませんので、この、結果も有理数なわけです。だから、この全化式で計算される AN という数列は、どの N に対しても有理数となっています。一方で、この AN の極限、まあ、極限と言ってますね、ここでは。まあ、その、インフィムの加減を取ると、これはルート2になります。で、ルート2っていうのは有理数ではありません。無理数です。ですか？だから、定義上ですね、この N 染色数っていうのは有理数になる保証はありません。何を言ってるかというと、今ですね、まあ、じゃあ、例えばこの数列に従って、計算すると、ここに書いてあるように、A0 は1で、A1 は、2分の3で、A2 は、12分の10なので、こうなるんですけども、まあ、そういうふうな形で、例えばですね、ある無効グラフに対して、K1 分の1に対して、純度計がある。2分の3にも純度計がある。12分の10にも純度計があるっていう感じで、どんどん、その、ような、その純度計が存在するグラフの列がこう無限に続いていっているというふうなことが起きていると、このグラフの N 染色数はルート2になってしまいます。で、こういうことがあり得るかどうかってことをちゃんと考えるのは数学的には非常に重要で、ちゃんとやらなくちゃいけないんですね。で、これちゃんとやるのはちょっと面倒なので、まあ、今から言うのはこれ知られてることだと言います。知られてることだと言います。ただ、事実を証明なしで述べるという形にしますけども、実際、任意の無効グラフに対して、この N 染色数っていうのは有理数になるということが知られています。先ほどのように、その無理数になっちゃうようなことっていうのは起き得ません。っていうことが知られています。だから、まあ、そういう意味では、ある有理数をもって、この N 染色数っていうのは達成されるので、そのような、達成するような、無効グラフというか、円完全グラフというのは、これ必ず存在するわけです。で、まあ、その達成値存在するので、ここはその min と書いてもいいでしょうということになって、まあ、このように、円染色数を、まあ、定義というか、考えることもできるということになります。ただ、先ほどのような、その無理数にですね、なんか収束していくとか、そういうことないですし、この円染色数を与えるような円完全グラフというのは存在するということもわかります。つまり何かというと、N 染色数が有理数なので、その N 染色数が9分の P であるとすると、G からこの K、9分の P での純度計が存在しているということになるということになります。ちょっと難しい話だったかもしれないですけども、N 染色数の定義はいいでしょうか？っていう性質ですね。いいですか？だから今から N 染色数っていうのを見ていくんですけども、これ必ず有理数になるというふうに思ってください。はい。もう少しまでですね。で、今からやってきたのは何かというと、この N 染色数っていうのが、この、まあ、G というのを与えたときに何になるのかってことの、まあ、計算というか、特定を、簡単な場合にやっていきたいと思います。一般の場合ではすごい割と難しい問題、計算は難しいんですけども、わかる場合もあります。で、それをやるためには、だからこの前、この純度計があるかないかってことを、考える必要があるので、この円完全グラフっていうのはどういう性質を持っているのかってことを調べていく必要があります。で、その時に、2回前の講義ですね、第2回の講義で、扱った性質というのがいろいろと使えるようになります。はい。で、それが次の話でですね、円完全グラフの性質という話になってきます。で、それをやっていきます。はい。で、まずですね、この円完全グラフというのは、頂点階グラフです。Vertex Transitive なグラフになります。頂点階グラフ何だったかということの復習が書いてありますね。G が頂点階であるとは、任意の2頂点 UV に対して、G の自己同型写像 F で、FU イコール V、だから U を V に移すようなものが存在することです。で、今、ここに書いてあるのは、先ほどから出ている、これは、K、2分の2ですね。で、これは、一つの描き方というか、
出会い方を書いてるんですけども、これは、右のように、書き換えてるんですね。で、これは何かというと、0という焦点を3に移しているような、自己同型写像があるんだってことを、この図で、表そうとしてます。0を3か、三角形で言うと、F0 イコール3を満たす順、同型写像です。なんか、順同型と同型をすぐ、言い間違いそうなのにいけないですね。順同型じゃなくて、これは同型写像です。まあ、順同型でもあるんだけども、ここで言いたいのは同型写像の存在ですね。ですね。で、これが、どの二頂点に対してもあるんだってことを言いたいということになります。で、実際ですね、これどのように作ってるかっていうと、まあ、もともとこれ、0、1、2、3っていう形で、これ順番に頂点並んでるわけです。ね。で、0を3に移そうと思ったら、この全体の描き方を、ぐるっと回してます。で、この0の1に3が来るように、何度かわかんないですけど、360割る7度ですね。だけ、回しているということになります。で、それによって、0のところに3が来て、で、辺の作り方から、もともと辺があったところには同じように辺があるというのがちゃんと対応しているということになるわけです。で、これによって、初毛の、同型写像が作られるということになります。今は0を3に移すってことをやったんだけど、同じような形で2に移すとか、5に移すとか、っていうことができますし、別の数値である P と Q に対しても同じことができるので、この、円完全グラフは頂点回グラフになるということがわかります。で、まあ、今こと、口で言ったことをちゃんと言葉で書いたのが次のページになります。けども、いいでしょうか。なんかね、話し方がいけないんですよね。ちょっともう少しなんか皆さんに聞きながら話した方がいいかな。いいでしょうか。いいでしょうか。じゃあ、頂点回グラフ思い出しましたね。いいですかね。前々回、頂点回グラフ、どこで出てきたかっていうと、あれですね、非順同型古代っていうのがあったんですけども、それを使うときに頂点回であるという性質が重要だったんです、ね。じゃあ、ちょっと、証明見てみますね。まあ、こんな感じでやりましょう。今言ったことを書いたのは、これそのままです。これは、回すという写像です。PQ の自己同型写像として、次を考える。ですね。X という頂点があったら、X プラス J マイナス I モンド P です。あ、この J マイナス I モンド P っていう部分、モンド P はこれ全体にかかってます。で、この J、J マイナス I っていうのが、その、回転角を表しているところですね。で、ここでやりたいのは何かっていうと、FI イコール J を満たすような自己同型作動を作るということをやろうとしています。で、一応その、I と J の間に、代償関係があって、これ逆転している場合には、この J-I を I-J に変えるということをすればよいということになります。で、これが、まあ、ですね、まあ、これぐるっと回すってことになることは、まあ、この形を見るとわかるんですけども、だから何を言ってたっていうと、ちゃんとですね、まずこの F っていうのが、そういうことから、前端者であるということはわかります。で、あとはですね、ちゃんとその変動詞がですね、対応するように動いているのかっていうことを確認する必要があるんですけども、今ですね、もともとのグラフにおいて、二つの頂点間に変があるための条件っていうのは、i-j の絶対値が、q 以上であり、p-q 以下であると。いう条件に成り立っているということでした。で、今、この移した先ですね。移した先のグラフにおける辺は、どこに、あってほしいかというと、これは、この fi ってその移した先の頂点、fj という移した先の頂点に対して、この不等式が成り立っていてほしいわけです。で、同型写像であるためには、この2つの条件が等価である、同値であるということが必要十分でした。F はもう全端式だと分かってますから。で、で、じゃあ実際にこの FI と FJ の差の絶対値を計算したのはここですね。計算してます。そうすると FI っていうのは、この定義から、この X に I を入れたものなわけです。だからそれは I プラス J マイナス I になります。で、FJ はこの X に J を入れたものなので、J プラス JI マイナス I になります。ですかね。
で、まあ、モッド P はあるんだけども、これ全体に対してモッド P を取るという形に変えられます。なんでかっていうと、なんとかモッド P マイナス、なんとかモッド P っていうのは、なんとかマイナスなんとかのモッド P っていうかけるからです。ですね。だから、このような形で今、それを使って書いています。ですね。で、このですね、その何とかの部分ですね、何とか知りたいな。あんまり表現としてよろしくないですけど、この部分をちょっと、バラバラにしてみると、これは、i プラス j マイナス i マイナス j マイナス j くださいですね。ですね。括弧を外しました。そうすると、たくさんいろんなものが消えて、i マイナス i は消えて、j マイナス j も消えるんで、この中身は、マイナス j プラス i になります。ですね。で、今、i と j の、代償関係じゃなくて、全体が、絶対値で囲まれてますので、これは、i マイナス j の絶対値に等しいということになるわけです。で、そうすると、この fi マイナス fj の絶対値と i マイナス j の絶対値に等しいので、もともと、この部分ですね、i マイナス j の絶対値が q 以上 p マイナス q 以下であるというふうに言っていた、この部分が、数値の値として fi マイナス fj の絶対値と等しいわけなので、そのことから、この示したかった不等式が得られるということになりますし、示したかった不等式の方から出発しても、この真ん中の部分というのが、i マイナス j の絶対値と等しいということがわかるので、結局、この2つの条件というのは同値であるということが分かって、この f という写像が自己同型写像であるということが言えるという形になります。はい、よろしいでしょうか。まあ、ここはちょっとちゃんと計算してる。だから、まあ、証明としてはちゃんと計算する必要はあるんですけども、雰囲気としては先ほどのぐるっと回すというようなイメージを持ってください。だから多分、皆さんにとって重要なのは、ぐるっと回すとかっていうような直感的な言葉をですね、ちゃんと数学的に表現するってことだと思うんですけども、まあ、ここに与えているものがそういう数学的な表現であるというふうに思ってください。はい。で、円完全グラフは頂点解グラフであるということがわかりました。で、先ほど言ったですね、非順動系誇大っていうのを使おうと思うと、もう一つ、知る必要があるものがありまして、それは、独立比というものでした。で、独立比って何だったかっていうと、ちょっと下に書いておくと、独立比。G の独立比、IG と書いてましたけども、これはですね、アルファ G っていうものを、頂点数で割ったものです。はい。で、アルファ G って何だったかというと、ここに書いてあるので、G の最大独立集合の要素数です。だから、まあ、それが分かると、独立比が分かる。で、独立比が分かると、もしかしたら、非順動系答えが使えるかもしれない。ということになるわけです。で、じゃあ、この独立数っていうのが実際に、この、円完全グラフにおいては何でしょうってことを考えるのが今からやることです。はい。で、これの証明をやったら多分休憩に行きます。はい。で、それをやっていきましょうと。で、今考えているのは P と Q としては1以上で、興味深い範囲ですね。P は2、9以上の場合を考えます。そうじゃないとき、だから、先に言っとくと、P が、2、9未満のときは、辺がないので、すべての頂点を持ってくると、独立集合になって、つまり最大独立集合の要素数は頂点数と等しくなります。で、そうじゃないときには、辺があるので、ここに書いてあるようなことは言えなくて、どうなるかというと、実は最大独立集合の要素数、アルファ G というのは、アルファ K、P 分の点、9分の P というのは9になります。今これはですね、先ほどの例と同じで、K、2分の7。だからこれ9が2なわけです。で、実際に、0と1っていうのを持ってくると、これは要素数2の独立集合になっています。で、この場合ですね、どのように3頂点取ってきても、どう頑張ってもですね、独立集合作れない。例えばですね、1と3と6。もうこれはあれですね、もうどこにも辺があってませんね。例えば、その0、1に対してもう一個頂点を付け加えようと思ってもダメなんですね。どれを持ってきても0か1とは隣接していることになっているわけです。だから、要素数3の、独立数、独立集合は実は存在しないんですね。だから、この場合は、2頂点からなる、この独立集合が最大独立集合になっていて、実際、
アルファ G というか、この場合は、この場合は、しまった、ちょっと待ってね。この場合は、アルファ K2 分の7っていうのは、2になります。ということですね。で、これで一般的に言えるということです。で、それを今から、証明していこうと思います。やりたいことはいいですか？で、ですね、注意してほしいのは、これ、この統合なんですね。で、いろんなことに対してですね、等式を証明するっていうのは非常に難しいんです。なんていうかというとですね、これは最大独立集合の予想数って言ってるんで、これ最適化をしてるんです。もうだからここでようやくですね、ようやくかどうかわかんないけども、この最適化っぽい雰囲気が出てくるんですけども、最適化って言ってるってことは、この最大独立集合 を見つけてあげればいいんだけども、例えばですね、今言ってるような、この01っていう、集合が本当に最大独立集合なんですよってことを証明しなくちゃいけないわけです。で、そこが難しいんですね。だから何を言ってたって、今ですね、この01っていう、独立集合がありますといったところでは、我々が何が分かるのかというと、K、Q 分の P っていう独立数ですね、最大独立の要素数は2以上ですよってことしか分からないんです。もしかしたら、この0、1っていう集合よりも、要素数の大きな独立集合があるかもしれないです。だから、0、1っていう1つ独立集合が見つかっただけでは、この不等号しか得られません。で、今からやるのは、この不等式と、もう一個。逆向きの不等式。だから、これよりも大きな独立集合はありませんよっていうことを証明することの二つをやりたいわけです。で、二つをやることによって、ようやく、この統合が得られることになるわけですね。だから、統合を証明するっていうのは非常に難しいんだっていうことを、まず、心に留めておいてください。ですか？皆さんなんか、その数学っていうのはなんかその統合でどんどんなんか繋いでいくもんだっていうふうに思ってるかもしれませんけども、それはそういう面もあるんですけども、そういう面だけで、数学ができてるわけではない。で特に、最適化っていうものを考えるときには、この、等式っていうのは、この不等式を両向きで、示すことなんだっていうふうに思っておくことが非常に重要です。非常に重要です。等式が、等式を証明するってことは本当に難しいんだと思ってください。はい。でそれで、休憩前にこれ全部できるような気がしなくなってきたので、まずです。こちら側でやります。だから、だから、アルファが9以上だところをまず証明します。そうですね。だからそのためには、要素数が9の独立集合を実際に見つけてあげればよいということになります。で、ここでは、これを考えましょう。0から9マイナス1までっていう、頂点部分集合です。先ほど言った通りですね、この円分、円完全グラフは、頂点がですね、0から始まって、p-1 まであるわけです。けども、その中の、0から始まって、9-1 まで取っていくということになりますね。今、この例の場合は、9が2なので、その時には、q-1 は1になって、0、1というものを取っていくということになって、まあ、この図の場合、この0、1取っていく。だから、この図の今、この黄色に塗っている独立集合は、実際この上で取っているような取り方の例になっているということになります。はい。で、実際にこの i が独立集合であるということを証明します。まあ、なぜかというと、このなぜはですね、ここの空白で今からやります。ですかね。で、独立集合であるということは何かというと、この i から任意に2つ頂点を取ってきたら、その間に辺はありませんよというわけですね。だから何かっていうと、任意の、これ、の、書いたつもりです。任意の i と j っていうのを、このラージ i から取ってきます。で、その時に i-j の絶対値考えましょう。ですかね。で、そうすると、これは、あ、じゃあちょっと、絶対値ちょっと嫌なんで、絶対値なんで、i は j よりも大きいとしましょうと。ですね。で、そうしたら、今 i-j っていう値を考えるんですけども、これは、大きくても、ごめんなさい、小さくてもどんなもんでしょうってことを考えましょうね。そうすると、小さくてもどんなもんなのかと言われると、これは小さい方から、見てみると、これは、一番小さくしようとすると、1マイナスですね。こうなりますね。
なんかこれは今、なんか私がやりたいと思っていることが違う気がするな。でもちょっと、まあ、うまく、これ書いて、これ1ですね。これ1。じゃあ、大きくてもどんだけだっていうと、こっちに、すいません。これは言わなかったです。すいません。言わなかったので、やりました。で、i-j が大きくてもどんなものかってことを考えると、i-j、これ引き算してるんで、i として一番大きい値を取ると、これ q-1 ですね。で、j として一番小さな値を取ると、この i-j が大きくなるので、それが0になるので、0。こういう形になります。何を言ってかというと、large i から i と j を取ってきたときに、i-j は大きくてもこの値までしかなりません。で、これはですね、計算するところ、これ q-1 なんですね。ですか。で、変であるためには、この i と j が、の間が変で結ばれるためには、i-j は q 以上である必要があるわけですね。この辺の定義から。だけども、i-j はここでは q-1 だ。1以下だっていうふうに言ってるので、i と j。i と j の組というのは、この k、q 分の p の辺ではないと。ということが言えるわけです。で、それが、このラージ i のどの2頂点に対しても言えるので、この、ラージ i の間には辺が全くなくて、つまり独立集合であるということが言えるということになります。したがって、最大独立集合の要素数は、i の要素数以上であり、i の要素数が9と。だから、証明したかったことが言えるということになります。ここまでいいですか？で、今、この片側の方向の、不等式を示しましたので、じゃ休憩の後に逆向きですね。この Q よりも要素数大きい独立集合がないんだということを証明していきます。じゃ今からじゃ休憩しますけども、まあ、もし、質問があったら、コメントスクリーンで流していただければ、休憩の後に対応します。はい。では、休憩3分にしましょう。はい。では、始めます。
はい、それでは休憩を終わりにしまして、再開します。今やっていたのは、完全グラフの独立数を求めるということをやっていて、それが9以上だということを証明しましたので、今から9以下である。だから9よりも大きな要素数を持つ独立集合存在しないんだということを言っていきます。いいですね。この証明ですね。で、何をするかというと、任意の奇数な独立集合を考えます。で、その要素数が必ず9以下になるんだということを言ってきます。で、今はですね、奇数な独立集合を取ってきているので、まあ、その中には要素があるわけです。で、まあ、その一つの要素をスモール i としましょう。まあ、これイメージ図ですね。で、スモール i だとします。で、そうすると、ですね、今、先ほど言ったように、因集合っていうのは、因集合っていうのはちょっと同じ i っていう記号を書いちゃうとよろしくないんです。AB にしますけども。A マイナス B の絶対値が9以上 B マイナス9以下。こういう形になっていくわけですね。だから、片方が、i に隣接する頂点。i に隣接する頂点ってのはどこにあるかっていうと、i から9だけ離れているところ。ですね。ここら辺になるわけです。その i と番号が近いところは、i と隣接してないんだけども、 i と遠いところは全部隣接することになるわけですね。だから今、i と隣接してない頂点を今全部書いたんですけども、それはどこにあるかっていうと、i からの距離が、9になると、辺持っちゃうので、9マイナス1から1までですね。その間のところは、i から辺が出てないという形になります。別に言い方すると、今考えているこの独立集合っていうのは、i マイナス9プラス1から i プラス9マイナス1っていう、まあ、この区間ですね。この区間の部分集合になっているということになります。で、まあ、なおかつ、この i には、すみません、ラージ i にはこのスモール i 含まれていると今仮定するということですね。で、今、まあ、下はイメージ図です。イメージです。だからその、完全グラフが、このぐーっとですね、たくさん書かれていて、その一部分をこう、取ってきていると思ってください。で、まあ、こういうふうになってるんだけども、実はですね、この中で、i プラス9マイナス1と i マイ、えっと、i プラス、すみません、今言ったことが間違いで、この順に従って書くと、i マイナス9プラス1です。i マイナス9プラス1と i プラス1の間に辺があります。ここですね。ここ辺があります。なぜかというと、実際にこの i マイナス9プラス1と、i プラス1の、差の絶対値を取ってみると、これはですね、これ9になるのかな ?9 になりますね。だからこの間のその、だからその場合、ここの式、これ満たしてしまうわけです。だからここ辺があります。で、そうすると、この一つずらしたところの辺があって、こんな感じなんです。ここ全部辺、ここは辺があるわけです。これ多分次の、ページの図なんですけども、こんな感じですね。こんな感じで、辺があるんです。必ず。その定義から。だから何を言ってるのかっていうと、今、この部分ですね。この部分っていうのは色がちょっと悪いんで、ちょっと、あれだと。さっきその区間って言った部分。この部分の中に i は含まれていて、i っていうのは、ラージ i が含まれていて、そのラージ i に、このスモール i という頂点は含まれているんだけども、他にどの頂点が含まれるのかということを考えたときに、例えば、i プラス1がそのラージ i に含まれていたら、その、この辺が引かれている i マイナス9プラス1っていう頂点は含まれないと思います。ですか？その辺があるから。独立集合はその辺がない部分を取っていく必要がありますからね。で、例えば、逆にですね、この i マイナス2を取ってくると、その対となっているこちら側は取れないということになります。つまり何を言っているかっていうと、今ですね、この、部分、この黄色い部分、黄色い部分と言って今違う色を変えてしまったのではないですね。この黄色い部分、黄色い部分には頂点がどんだけあるのかというと、これは、ここの、29マイナス1かな？だけあります。29マイナス1だけあって、これ今赤い線で書いてる、
ペアの数っていうのは、どんだけかっていうと、29マイナス1から、この i、スモール i に、対応する1を引いて2で割ったものですね。あ、これ9マイナス1なんです。だから9マイナス1個ペアがあって、その各ペアの中からは、この、ラージ i は、どちらか一方しか多くても含めません。いいですか？ってことは何を言ってるかっていうと、このラージ i の予想数は、このスモール i の、数、スモール i を選んでることから1、プラス各ペアから多くても1なので、で、ペアの数は9マイナス1ですね。だから全体として1マイナス9、1プラス9マイナス1以下になります。で、1プラス9マイナス1は、これイコールですけども、まあ、不等式の話ですけども、9になります。つまり、このラージ i っていう任意の奇数な独立集合の要素数は必ず9以下ということが言えて、証明したかった不等式が得られるということになります。よろしいでしょうか？いいですか？あんまりちょっと今反応がよろしくないので、もしかしたらよくないかもしれない。まあ、しましょうかね。いいでしょうか？ということになりまして、独立数、言えない、独立数が何であるか分かるということになりました。で、独立数が分かったので、ここから、独立比が分かるということになりますね。独立比、先ほど言った通り、独立比の定義は、頂点数を独立数で割ったものですね。で、頂点数が p なので、先ほど独立数が9だと分かったので、独立比は p 分の9ということになります。まあ、このグラフにおいて、独立比は7分の2になります。ということになります。はい、いいでしょうか。で、独立比が分かって、この円完全グラフというのが頂点階グラフであるということが分かったので、これを使うことによって、非順動形誇大という前々回扱った誇大ですね。あるいは、まあ、証明自体は次回、前回やりましたけども、それが使えるようになります。で、それを使うことによって、いろんなグラフの沿線色数が分かっているという形になります。で、じゃあ、とりあえずですね、その円完全グラフの間の順動形としてどういうものがあるのかということを考えていきましょう。で、ここに書いたのが、もうこれ全てで、全てというか、今日ご紹介したいものの中の一番重要なポイントになります。何かというと、まあ、二つ円完全グラフがあるとします。で、考えているのは、興味があるパラメータの値の、範囲ですね。で、片方は、9分の p で、もう片方は p プライム分の9、9プライム分の p プライム書かれていると思ってください。で、p と29、p プライムと29の間に、p プライムと9プライムの間には関係があると。で、ここに現れている、この割り算の代償関係で、順動形の存在性、非存在性が決まります。で、基本的には、小さい方から大きい方に向かって、順動形はあるけども、逆向きは存在しない。だから今これ5分の17と2分の7ってのがあるんですけども、5分の17っていうのはどんなもんかっていうと、2点、小数で書くと2点、あ、違いそうですけどね、4、違います、これ3割りますね。3があるかね。3があるんで、3.4かな。間違ってたらできない。5分の2は、いいですよね。3、5、15。合ってますね。で、2分の7は、どんなもんか、これ4.5ですか。何かっていうか分かんないですね。5分の17は3.4。2分の7は4.5と。で、3.4と4.5から言うと、3.4の方が小さいから、3.4の方から4.5に向かって、順動形作動はあるけども、逆向きはありません。ということを、ここで言っていると。こういうことになりますね。3.5じゃないですか。こっちですね。こっちですね。4.5は大きすぎます。ありがとうございます。もうね、分数ができない大学教授です。すいません。3.5です。ありがとうございます。4.5だと2分の9ですね。はい、すいません。3.5、ありがとうございます。
まあ、いずれにせよ第一章は変わらなかった。よかったですね。3.2、3.5と。そうですね。そのように作ったんだってことを忘れてるんですよね。はい。すいませんでした。はい。で、言いたかったのは、この数値を見れば、純度計の存在がわかるということになります。で、これを今から証明していきます。はい、ありがとうございます。私よく間違えるので、このような形でコメントで訂正してください。ありがとうございます。はい。で、上の方ですね。上の方は、純度計があるんだってことを言いたいので、実際に純度計作動を作ります。作ります。で、下の方は、純度計数がないんだってことを言うので、これは大変なんだけども、今までの準備を使うと、非純度計古代を使えるので、そこで割と簡単に証明できます。で、非純度計古代って何だったかってことを、ちょっと復習すると、G から H に純度計が存在して、H が頂点解だったら、この独立比の間に、代償関係ありますよ、ということでした。で、ここから何が言えるのかってことを、第2回の講義でもやってましたけども、何かっていうと、H が頂点解で、だからまあ、対偶のようなものを取ってるんですけども、H が頂点解で、独立比が、ここに書いてあるものと違う、代償関係を持っていたら、G から H に、純度計が存在しません。ということを言えるわけです。で、これを使って、この下の方の話を、まず証明しましょうということになります。ただ、まあ、今からやるのは2番の方から先に出ます。2番の方から出ます。で、そうすると、やるためには、今言った通り、この H ってのは頂点解である必要があるんだけども、H はこの場合は、この Q プライム分の P プライムになります。で、これが先ほど、頂点解だってことを先ほど言いました。で、独立比は、P プライム分の Q プライムです。で、今、この非純度計古代を、適用することができるので、なんだ。純度計数が存在するんだったら、この、代償関係が成り立つ必要があるので、i、KQ 分の P は i、KQ プライム分の P プライム以上になるということになりますね。で、ここの部分は今、P プライム分の Q プライムだということが分かったわけです。で、仮定からですね、この仮定があるので、今、ここに書いてある、P プライム分の Q プライムっていうのは、P プライム分の Q プライムは、これはですね、ここに書いてある、式のこれ逆数なんですね。このなんか P と Q が今ちょっと見にくくて、パッと分かんなかったんですね。この逆数なので、全体として逆数を取ると、代償関係はこうなるんですね。こうなるわけです。で、一方で、ここは、P 分の Q なので、あ、これ P 分の P じゃなくて、ここは、P 分の Q なので、純度計があるとすると、ここで矛盾が起きます。P 分の Q が P 分の Q よりも大きいってことなので、矛盾が導かれます。だから、最終的な結論というのは、この仮定が成り立っていれば、純度計算尺を存在しないということが得られるということになります。はい、よろしいでしょうか。いいですか？そう、先ほどですね、ちょっと2分の7が計算できなかったというそのダメージをですね、まだ受けてまして、ちょっと、この先も思いやられるなと思うんですけども、ちゃんとやっていくということですね。はい。で、これで、2番の方ですね。純度計存在しないよっていう方は言えました。じゃあ、今からやるのは、この不等式が成り立ってない場合ですね。代償関係逆の場合には、純度計ありますよってことを言ってきます。これですね。で、この場合は先ほど言った通り、純度計算を実際に作ってあげられるということになります。で、それが証明になるんですけども、実際にここにこのような形の、写像を考えましょうと書いてあります。これ何かというと、fi ですね。i はその0から p までです。だから今ですね、この左側のグラフには頂点が、0から p-1 まで。あるね、ここが0だったら、この場合これ p-1。こんな感じになってますね。で、右の方には、頂点は0から p プライムマイナス1になります。で、こういう感じになっていて、その、頂点を、ここにあるような形で移してあげるということになります。で、これ何かというと、i という番号を9で割って、9プライムかけて、小数点以下切り捨てる。
ですね。この括弧じゃなくて、この鍵括弧、括弧ですね。この括弧は、小数点以下を切り捨てるとですね。ということでした。で、これは実は、このうまいこと順道計算になってるんだってことを今から言ってきます。で、まあ、じゃあ、ちょっとこの例をちょっともう少しちゃんと、じゃあ見てみることにすると、この、まあ、色が順道形を表したときに思ってほしいんですけども、まあ、これ今、番号数1、2、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16と。こんな感じですね。で、こっちの方で9は、これ5なんですね。で、こっち0、1、2、3、4、5、6となっていて、9プライムは2だと。だから、じゃあ、例えばですね、この12番っていう頂点。ちょっと色が悪いかな。この12番っていう頂点ですね。左側の。12番って頂点が何に打つのかってことを、この上の F に従って計算してみると、これ F12 になるんですけども、これは、この例で言うと、9が5で、9プライムが2で、i が12と。で、またここで、割り算と掛け算やらなくちゃいけなくて、これでまたなんか失敗した気がするんだけども、やってみると、まあ、5分の24で、これは何なのかっていうと、5をいかないから4ですね。ってことで、この12っていうのは4、だからこの紫ですね、にこう移っていくと。こういうことになるわけです。で、これを考えます。で、これ確かに、順道計算になるんだけど、まずそもそもですね、この AF で移した先が、この0から、P プライム、マイナス1に収まってるかどうかってことが、まあ、よくわかんないかもしれないから、まずそれを、確認しましょう。だから確かにそれあることを確認しますね。で、II っていうのが、その左側のグラフの、頂点なので、その I として取り入れる範囲は0から P マイナス。です。その時に fy の値を計算してみるんですけども、fy の点がここに書いてますね。で、fy の値として、取り入る値の一番小さいのは、この i が、0と取る時です。だからそれを入れると、この不等号が得られます。でそうすると、9分の、0×9 プライムになって、これ0になります。つまり fy は必ず0以上です。一方で、じゃあこの大きくなる方を考えてみると、この i がp-1 の時に、この fi の値は一番大きくなります。だから、i に p-1 を入れると、この不等号が得られます。で、あとはですね、この中身を頑張って計算していくんですけども、この、等号は、中身を展開しただけです。展開しましたね。で、そうすると、今ですね、ここに、9分の、pq プライムっていうのがあるんですけども、我々は、この状況において、この上に書いてある仮定がありました。で、この仮定を使うと、9分の pq プライムっていうのは、q プライム分の p プライムかける q プライムになるのと言って、p プライム以下ですね。という形になります。で、その関係を使うと、この前の部分を p プライムで置き換えると、不等号が得られるという形になるわけです。いいですか？で、今ですね、この後ろ側に何かあるんですけども、これはですね、9分の9プライムになってまして、これはですね、何かしらの値なわけです。何かしらの値で、これは、だから、正なんですね。1よりも小さいかもしれませんけど、もうこれ正です。正なので、p プライムという整数から何か正の値を引いて、小数点以下切り下げると、切り捨てると必ずそれは p プライムマイナス1以下になります。いいですか？だから3から 0.01 を引いて、小数点以下切り下げる、切り捨てると、それは2になるわけです。だから必ず p プライムマイナス1以下になります。ということで、fi の値は必ず p プライムマイナス1以下であって、0以上であるので、でしかも整数であるので、切り捨ててますから。整数なので、fi は必ず0から p マイナス、p プライムマイナス1の間の整数になる。つまり、移した先の、グラフの頂点に必ずなっているということがわかるということになります。いいですか？はい。そうなってますので、これ確かに写像です。
で、あとは、準動形である。つまり、変が変に移されるってことを確認します。あ、それが次のグラフですね。で、そのためには、左側のグラフの変を取ってきます。で、それが右側のグラフの変にちゃんとなってるんだよってことを言うわけですね。で、今、この変として ij っていうのを取ってくると、今、この円完全グラフの変であるという定義から、この i-j の、絶対値が q 以上 p-q 以下であるということがわかるわけです。で、ここで今示したいことは何かっていうと、示したいことは、移した先ですね。fi と fj の絶対値、引いたものの絶対値が q プライム以上であり、p プライムマイナス q プライム以下であるということ、これを示したい。これを示したい。これを示したい。で、そのために今から、計算をしていきます。で、まあ、ここは頑張って計算するんですね。で、まあ、多分いろんな計算の仕方があると思うんですけども、私はあんまりうまく思いつかなかったので、こうやってやります。このですね、この値ですね。IQ プライムを Q で割って、小数点以下、キリステラのものをちゃんと書きたいので、それを書くために、IQ プライムを Q で割った余りを RI として、JQ プライムを Q で割った余りを RJ とすることにします。わかりますかね？ですかね。で、そうすると、例えばこの IQ プライムを Q で割って、小数点以下切り捨てたものっていうのは、どういうふうに書けるかっていうと、その IQ プライムから、その Q で割った余りをあらかじめ引いておいて、Q で割ったものになるわけです。いいですか？いいですか？で、そうすると、この切り捨ての記号、床っていう記号を使わなくてよくなるので、まあ、考えやすくなるわけですね。で、同じことは、この JQ プライムの方でもできると。で、そうすると、ここに書かれたような式で、fi-fj は表せるということになります。で、今やりたいのは、この fi-fj の絶対値が q プライム以上 p プライムマイナス q プライム以下になる。ことなので、この2つの不等式を別々に示していきます。で、おそらく初めにやるのは q プライム以上という方です。で、それをまずやっていきます。間違えましたね。違いました。こっちですね。こっちでした。p プライムマイナス q プライム以下ということをまず示していきます。で、そのために、今ここに計算したものをここに書いています。fi マイナス fj の絶対値は今計算したものから出てくる。で、そうすると、この不等式というか、ここですね。この不等式はどこから得られるかというと、これ三角不等式ですね。三角不等式って何かっていうと、一般的に、a-b の、あ、ちょっとこれは、よく知られている形でまず書いてもらった。a プラス b の絶対値は、a の絶対値プラス b の絶対値か。こういうふうに書けばいいですね。まあ、これが三角不等式と呼ばれているものです。で、ここから、A プラス、A マイナス B の絶対値はどう書けるのかというと、これは A プラスマイナス B の絶対値なので、今上の、不等式を使うと、A プラスマイナス B の絶対値になります。で、マイナス B の絶対値っていうのは、B の絶対値と等しいので、まあ、こういう関係がやれるわけです。で、今、この不等式を適用するときに、この q 分の i-j q プライム。これを a として、q 分の ri-rj、これを b とする。あ、これ b です。b とするという形で、この、不等式を適用しました。いいですか？で、これが得られるという形になります。で、そうすると、この後ろの方の項、これ0以上ですから、これを無視すると、不等号が、あれ、間違ってるぞ、ここは。おっと、これはですね、間違ってますね。今、意気揚々と計算したのに、これ間違ってますね。おっと、これはいけないですね。これは、ですね、私の計算が間違っているという、たまにあって、悲劇的なパターンを生む話ですね。で、これは、じゃあ書いておきます。これ間違ってます。どこまでだ、これは間違ってますね。で、これは、
ただ単に間違っているので、これは私のせいなので、この部分は、今日はこれ解決できないと思うので、これ、次回もう一回ここ直して、もう一回やります。すいません。これは間違ってますね。これは間違ってます。だからこれは私がこの授業の準備をするに間違えたってことですね。ただ単に間違えてます。いけませんね。まあ、言い訳をしてもしょうがないので間違ってるので、次回ここやり直します。だから、次回やり直します。これがですね、怖いのは何かというとですね、これがですね、動画として残るというのは怖いですね。次回やり直しますので、次回の動画を見ていただいて、この部分が補うことにします。すいません。で、結論としては、この結論を導きたかったんですけども、これも今間違ってるので、これは次回やり直します。すいません。で、一方ですね、気を取り直して、この絶対値が、9プライム以上であることを示すんですけども、なんかこっちもなんか間違ってるんじゃないかと思って、ちょっと、怖いんですけども、そうか、これは、これも間違ってるな。何か、ちょっと待ってくださいね。何か変な気がするんだな。引いて、引くのをやめると大きくなるんですよ。やっぱりこれも間違ってますね。すいません。これはだから両方とも間違ってますね。だから何かちょっとこの多分三角不等式の使い方を間違うことによって、全体が、間違っていることになるので、じゃあ、この今ですね、この5ページ目のところと6ページ目のところはどちらも間違っているので、これ次回やり直すことにします。やり直す。で、結論は正しいことは知識として知ってるので、正しいんですけども、すいません。ここの導出が間違ってるので、こっちも間違ってるので、だから三角不等式の使い方が間違ってるんですよね。困ったな。ちょっとここは、じゃ見直して、次回もう一回やることにします。結論は正しいです。結論は正しい。結論は正しいっていうのは、この形で、構成すると、純度計が得られるっていう結論が正しいんですけども、計算が間違っているので、計算は、次回やり直します。すいません。これで許してもらえますでしょうか？許してもらうために。許しを請うのも変なんですけども、いいでしょうか？すいません。次回やり直します。この部分が。で、結論だけ使っていくことにします。すいません。よろしくお願いします。いけませんね。まあ、こういうことはですね、往々にしてあるんですけども、こういうはちょっといけない間違いをしてしまって、何を間違えたかって、こういうその、代償関係を簡単に間違えるわけですね。そうですよね。引いてる、だから引いてるそうですよね。もうこれ間違いですね。はい。ちょっとじゃあ、次回やり直そうと思います。すいません。で、結論は正しいので、結論だけ使っていることにします。こういうのは何かっていうと、この代償関係があれば、純度計が存在して、代償関係が逆転していると純度計ないって言ってるので、実は、この、矢印っていうのは両方向であるというふうにも言えるわけですね。純度計があるっていうのと、このイコール付きの代償関係があるっていうのは同値であるというふうに言えるわけです。で、これを使うことで、円完全グラフの円占色数がわかります。何かというと、まあ、こんな感じになります。この P 分の Q、PQ 円完全グラフの円占色数は Q 分の P になります。なぜかと。なぜかというと、まず、自分から自分への順道形、これは、順道形成、この矢印の反射性ですね。というものを使うことによって、この、K9 分の P での順道形は存在するので、円占色数は9分の P 以下になります。いいですか？で、一方で、じゃあこの9分の P よりも小さい値を持つような、ところに順道形存在するのかというと、それはないっていうのは先ほどの話でした。何かというと、もし言うと、この9プライム分の P プライムが9分の P よりも小さいときには、この9プライム分の P プライムという、円完全グラフに向かって順道形存在しないので、結局、円占色数は9分の P 以上になるということがわかるわけです。で、この2つを合わせると、イコールになります。ということですね。すいません。はい。これはよろしいでしょうか？これは正しいはずなんですけども、今日はちょっともう自信喪失してるので、何を言っても信じてもらえないかもしれませんけども、これは正しいですね。で、ちょっと今までですね、ちゃんと言ってこなかったんですけども、ここでですね、この9分の P と書いてる部分は約分できないんですね。何を言ってるかっていうと、K、例えばですね、4分の8っていう
グラフと K、1分の2ってグラフは、これは、同形ではないんですね。この2つのグラフは。そもそも頂点数違うんで、右のグラフは2頂点に設定して、左のグラフは8頂点持ってるので、このグラフは、同形ではないんです。同形ではないんだけども、先ほどの話を考えると、この、9分の P っていう値ですね。これは同じなわけです。これどちらも、2になります。で、純度計があるかないかっていうのは、この分数の値だけで決まってるわけですね。で、これ、つまり、どちらのグラフも、これは、沿線色数は2なんです。2であって、お互いに、この向きに、純度計差と存在するということになっています。だから、これ、純度計同値です。この2つのグラフは。だから、それ、まあ、一般論とされたここで、この分数の値が等しければ、必ず、沿線色数は等しいですし、この純度計同値になります。まあ、こういう関係も、先ほどの話からわかるということになります。はい。で、今のことがわかると、先ほどの、実は完全グラフや奇平路というのが、沿線、沿完全グラフだったって話から、それらの、沿線色数もわかります。つまり、完全グラフに対しては、その沿線色数が、頂点数が N だったら、沿線色数は N になります。ですかね。それは、これですね。KN が K1 分の N と同形だから。で、一方で、奇平路ですね。この C2K プラス1っていうのがあったら、そのグラフの沿線色数は2プラス K 分の1になります。なんでかというと、先ほど、そのような、経路は、K分の 2K プラス1と等しいというふうに言ったか、同形だと言ったからです。で、K 分の 2K プラス1っていうのは、これは、2プラス K 分の1ですね。で、これ等しいと。いうことになります。で、まあ、これで、まあ、完全グラフと奇平路の沿線色数が分かったということになります。よろしいでしょうか。いいですか。ちょっと途中で照明が破綻していていいですかとかっていうのはあんまりよろしくないんですけども。はい。ということになります。はい。ではですね、あと5分ぐらいで、これですね、沿線色数の性質をちょっとまとめておきたいと思います。まずですね、沿線色数が p 分の9以下だったら、その時には、そのグラフ g から、k9 分の p に、純度計が存在します。数が存在します。で、まあ、これは、割と簡単に証明できます。何かっていうと、今ですね、この、沿線色数を、が、この、q プライム分の p プライムっていう、有理数で、与えられるとします。沿線色数は今、有理数だと、数だってことが分かってますから、そういうような有理数があるわけです。で、それは、今考えている、この、沿線色数の上階以下のわけですね。で、沿線色数が Q プライム分の P プライムだったって言ってるんで、G から KQ プライム分の P プライムに向かって、純度計算が存在します。で、一方で、この不等式がありますから、そのグラフから KQ 分の P への純度計が存在するわけです。先ほどの性質ですね。今日の証明したかった定理、できなかったものの定理ですね。で、この2つを組み合わせると、推移性から G から KQ 分の P への純度計が得られたと。で、これが結論ということですね。はい、まあ、これは、そんなに難しくないと思います。はい。で、これは、沿線色数の単調性です。普通の染色数にも単調性はあるんですけども、沿染色数になります。何かというと、G が H の部分グラフだったら、沿染色数も大小関係があるというものです。まあ、これちょっと、証明は簡単なので、後で見ておいていただければわかると思います。簡単に証明できます。はい。で、最後にちゃんと言っておきたいのは、これですね。実は、染色数っていうのは、沿染色数の小数点以下を切り上げたものです。これは切り上げですね。これ切り上げ。で、これはちょっと、ちゃんとやっておきたいので、あと3分ぐらいは使って、まあ、5分使うかもしれない。示したいと思います。で、まずですね、じゃこの、沿線色数、今、それが有理数だと分かってますので、p 分の9だとしましょう。で、そうすると、g から k9 分の p への度計あります。
ますね。で、ここの部分を見てほしいんですけども、先ほど、言っていたことは何なのかっていうと、ですね、ここがややこしいのは、ここは、有理数で、ここ整数です。整数ですね。整数です。だから、後ろ側はこれ完全グラフなんですね。でもこれ完全グラフなんですけども、これはですね、同型なんですね。K、P、Q で、これを割った1。これと同型なんですね。で、これは今、これ、ここは有理数です。こういう有理数から、だからこの上に書いたグラフは、これは円完全グラフだと思ってほしいんですけども、この円完全グラフから、この円完全グラフへ、順同系差が存在します。なんでかっていうと、この有理数としての代償関係を比べればいいから。代償関係存在して、で、なおかつ、このグラフは、下に書いてある完全グラフと同系なので、ここに書いてあるような、順同系差が存在します。ですか？ってことなので、この二つの順同系を、合成すると、G から、この完全グラフに、向かって、順同系差の差が存在するということになります。で、これ完全グラフなので、これは、これですね。染色数が、この9分の P の切り上げ以下ですよってことだったんです。で、9分の P っていうのは、円染色数でしたから、染色数は、円染色数の切り上げ以下です。ということが、これ言えるわけです。ここまでいいですか？ちょっと、最後、発症録していきながら。いいですかね？あんまり良くないって反応がありますね。だからこれは、ここで急いでやるのはあんまり良くないかもしれないんですけども。あ、じゃちょっと やっちゃいますね。ちょっと動画に残るので。動画に残るので、後でちょっと復習をしておいてくださいっていう立場でやりますと。じゃあ一方で、9分の P よりも小さな任意の、有理数を持ってくると、今、円染色数が9分の P なので、そのような Q'P' に対しては、順同系が G から存在しないということになります。で、これは任意の Q'P' に対して成り立つので、この Q' 分の P' として、この9分の P の切り上げマイナス1っていうのを取ってくると、この部分をそれにしたものが出てきます。ですね。で、そうすると、これは今これ完全グラフなので、G からこのような完全グラフでは、順同系差が多分存在しないということになるわけです。つまり、染色数はここに書かれている数値、よりも大きいということになるわけです。これですね。で、今、染色数が整数ですから、これよりも真に大きいということは、マイナス1を除いたものよりも、除いたもの以上になるという形が得られるということになります。でそうすると、ここに得られた不等式を2つ合わせると、結論として欲しかった統合が得られるということになります。ちょっと最後、駆け足になってしまいましたけども、これはよろしいでしょうか？いいですか？まあ、特に、解 G は、解 CG 以上になるということが分かるということになりますね。はい、ちょっと最後書き出していけませんけども、ちょっと一度まとめをするとこんな感じです。今日は円彩色の話をしたんですけども、途中で照明が破綻したので、破綻した部分については次回補おうと思います。はい。で、次回はそれもやるんだけども、また別のグラフに対する順同系の話もしていくということになります。はい、ちょっと今日はうまくいかなかったところが多かったので、良くなかったし、これが動画に残るのは本当に怖いんですけども、まあ仕方がない。私が悪いんだから仕方がない。で、じゃあ最後、コメントの方を書いて終わりにしていただきたいと思います。では今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。